皆さんこんにちは、私の名前は有馬典人と申します。簡単に自己紹介をさせてください。私は1985年生まれ、九州にございます宮崎県宮崎市というところで生まれ育ちました。現在ですね、西表島という日本の最西端に近い、かなり西にあります、ものすごく小さな島で、レストランのですね、ホール担当としてアルバイトをしております。毎日毎日ですね、レストランの客席を磨いたり、調理を補助したり、それからレジでお客様の、対応したりですね、お料理を出したり、そういうふうなことをして、生活をしております。実はですね、このビデオを撮るのは、1年ぶりということになります。まあ、あんまり見てる人は少ないんですけれども、少ないながらにですね、見てくださっていらっしゃる、見てくださってる方もいらっしゃいまして、なかなか更新できなかったことを、まあ、非常に残念なことだなと自分でも思っておりますが、まあ、残念ながらですね、非常に仕事が忙しくてですね、なかなかビデオをアップすることができませんでした。申し訳ございません。まあ、西表島に来たのが、去年の2月のことだったんですけれども、西表に来る前はですね、東京で、タクシー乗務員として、働いておりました。西表に来てからですね、来た目的というのは、西表島の自然を紹介するツアーガイドになろうと思ってですね、西表島に来たんですけれども、ちょっと、職場でですね、まあ、人間関係がいろいろあってですね、残念ながら3ヶ月で、辞めてしまいました。で、3ヶ月で辞めてしまったのはいいんですけれども、その後どうするかっていうのをですね、どうしたもんだかなと思っていたところですね、まあ、島に来てから3ヶ月ではあったんですけれども、島で生活している方々と交流する機会も何回かございまして、まあ、お酒を飲んでですね、いろんな話をさせていただいたわけなんですけれども、そういう島で生活している方々のうちの一人にですね、今働いている職場の上司となる、まあ、レストランの経営者の方がいらっしゃいまして、まあ、その人に今うちで働かないかと声をかけていただいたということになります。まあ、西表での生活は本当に1年経ったので慣れてはきたんですけれども、まあ正直言って非常に仕事が大変だなというのが率直な感想でございます。西表の経済自体がね、観光客に頼っている部分、観光がメインではないかなと思うんですね。まあ、観光と、まあ、第一次産業、農業とかになるんじゃないかなと思うんですね。パイナップルなんかも非常に美味しいですし、あと、まあ、水産業なんかもひょっとしたら大きな部分を占めてるのかもしれないです。まあ、とにかく、この島ではですね、およそ多分、11月から年明けの、3月、4月あたりまででしょうかは、閑散期となるんではないかなと思います。それから、まあ、5月ですね、ちょうど今、シーズンが始まったかなという感じですね。5月から10月あたりまでが、非常に島にもですね、たくさんの人がやってきて、経済が動き始めると、そういうシーズンがあるわけです。まあ、とにかく、毎日、私もですね、毎日毎日、本当にクタクタになりながら仕事をしているもんですので、なかなかビデオを上げられなかったということですね。で、今回何を話したいかと言いますと、まあ、
ごめんなさい、何も書いてないです。何も準備してないで、このままビデオを撮っておりますんで、何を話そうかなと思うんですが、まず一つ目に話そうと思うのは、実は私、ツイッターを、のアカウントを作りまして、ツイッターです、です。ツイッターを通してですね、一つ、この YouTube をご覧になっている方々のですね、との接点を作ろうかなと思っているわけです。で、まあ、ツイッターで主にどんなことをあげようかなと思うと、まあ、私が時々英字新聞なんかを読んだりもしますし、インターネットを通してね、自分が新たなことを知るっていうことが結構あるものですから、それをこう、自分が学習したものをですね、皆様に、公開して、まあ、自分が勉強したことをどんなことを勉強しているのかなという、まあ、勉強というとちょっと大げさかもしれないですけれども、まあ、自分の知ったこと、新しく知ったことをですね、つぶやいていこうかなと思っているわけです。まあ、もしご興味がございましたら、ツイッターの方もご注目いただけたらなと、そういうふうに思っているわけです。でまあそれからもう一つ話したいことが実そうですねつい、最近何を考えているのか何をどんなことを考えているのかというのをちょっとお話ししようかなと思っているわけです。まあ先ほども言いましたけれどもツイッターをですね作って、まあ自分に、日々ね一つでもいいから新しいことを勉強していこうと思ってるわけです。で、まあいろんな世界中にいろんなニュースがあって、いろんな出来事があって、その知らせを、そのニュースをね、自分でインターネットを通して知るわけですけれども、わからないことがやっぱり多いんですね。まあ、わからないままにしてですね、まあ自分の日々の生活に、集中するっていうことがそれもいいのかもしれないんですけれどもやっぱりちょっと自分は、世界のこと経済のこと いろいろなね、広く、ものを考えてみたいってそういう思いも出てくるわけです。で、まあ一つ、私がですね、最近買った本をちょっとそういう、まあ、心持ちでいることを前提として私ちょっと皆様にご紹介したいのがこちらでございますね。現代アメリカ政治経済入門という本でございます。まあ、この本をどうして買ったかと言いますと、まあまあ、ちょっとした時間があるときですね、寝る前ですとか仕事が終わってちょっと休憩してる時とかなんかですね、まあ皆さんもそうだろうと思うんですけれども、まあ、スマホをいじってちょっと時間潰したりするわけですね。そんな時に私Amazon っていう、まあ、本、まあ、本だけじゃないんですけどもいろんなものが買える Amazon でですね、自分が興味のある本をちょっと探してみたりもするんですね。そうしますとまあアメリカの経済っていうアメリカ経済でAmazon の検索をしたところですね、まあこの本が出てきたということになります。かなり新しい本でございまして、まあ今起こっていること、深く、まあそういう今起こっていることを勉強できるんじゃないかなと。しかもですねこれは非常に体系的に、信頼のおける日本のアメリカの研究者の方々がですね、まあおそらく大学の教科書として書かれたんじゃないかなと思うんですけれども、まあこれを読んでみようと思ったわけです。新しいというのはどれぐらい新しい本なのかと言いますと、そうですね、
初版第一版の発行が2021年10月30日ですので、2年前ということになりますね。まあ、あの本を読むときにはね、あの、古いというか、あの長い間あの、読者の、なんていうんですかね、あの選択をくぐり抜けてきた、信頼のおける本っていうのももちろん大切なんでしょうけれども、まあ、こういうニュースを追うための本として、まあ、あの新しい本も、ぜひ読んでみたいなと思ってこの本を買ったわけです。すごくあの体系的に書かれてありますので、読みやすいんじゃないかなと思って買ったんですけれども、まあ一応目は通したんですけれども、おそらく半分も僕は理解してないだろうなと思います。まあこれを何回かあの読んでですね、少しでも、まあ、アメリカという国のアメリカ経済についてですね、よく理解してみたいなと思ったわけです。まああのそうですね、あの経済っていう言葉を僕が言うときにですね、まあお金、資本の流れとかですね、まあその会社がアメリカの国内の会社がどれだけあの成長したかとか、そういうなんだろう、お金に関する経済という言葉だけでは僕はあの含みを入れ、そういう含みを限定してないわけです。僕が経済という時には、まあ、経済を理解するためにはですね、経済をその動かしている我々市民がいるわけですし、その企業をね経営しているのも、人間が経営しているわけです。そしてですね、その企業の運営にですね、非常に深く関わってくるのは国の制度であったり法律であったりするわけですから、もちろん政治というものも経済を考える時には政治についても理解しようとしなきゃいけないわけであります。ですから僕があの経済という時には非常に大きなあのテーマについて言っているということになってしまうんですね。でですね、まあ、アメリカの政治というものもちょっと勉強してみたいっていう思いがありまして、この本の中にですね、まあ、あのいろいろな大学の先生があの各項目をですね、あの詳しく体系的にあの解説してくださってる、この書籍の中に、まあ、あの古典的なアメリカの政治の必読書だというふうにですね、あの参考図書として挙げられていた本が、こちらになるんですね。アメリカの保守とリベラルっていう、これなんていうんですかね、単行本っていうんでしょうか、わからないですけど、とにかくこの、佐々木、そうですね、佐々木武先生という東大の法学部の教授ということで非常に偉い方なんでしょうけれども、まあ、あの佐々木武先生が書かれたこの本をですね、まあ、あの出読書というくらいだから、まあ、僕も勉強してみようと思って、今ちょうど読んでるところなんですけれども、まあ、これ結構古い本でして、古いってどれぐらい古いかというと1993年5月10日に、第一版が発行されてますので、何年前になるんですかね、1993年ということは今30年近く前の本ということになるんでしょうかね。まあ、とにかく古いんですけれども、まあ、今のこの一番新しい教科書のに書いてある、に参考図書として書かれてある出読書ということで、まあ、アメリカの政治についてちょっと勉強してみようと思って、このアメリカの保守とリベラルという本を、今読んでいるところであります。まあ、今ちょっと3分の1ぐらい読んだんですけれども、
まあ、最初の10ページぐらいでしょうかね、わからないですけれども、最初の10ページ20ページぐらいはまあなんとか話についていけるなと思ってはいたんですけれども、もう3分の1を読んだ時点でですね、さっぱりですね何を言ってるのかわからなくなってきてるなっていう感じがする、そういうちょっと僕にとっては非常に難しい本であります。まあ、これもちょっと何回か読んでみてね、まあ、少しでも何か知識を得られればいいなと思って、そういうふうに思って読んでみます。でですね、まあ、ちょっとこういうお堅い話というのはまあ一旦置いてですね、今日実は火曜日でございますね、5月2日火曜日でございます。2023年5月2日の火曜日でございます。今私が働いているレストランっていうのが、まあ、火曜日が定休日でございまして、火曜日が私もお休みということになります。まあ本当毎日毎日ですね、身を粉にして働いておりますので、本当にクタクタなんですね。で、まあ私、家族もおりませんし、まあ家族というか、まあ妻も恋人もいませんし、妻もおりませんし、子供もおりませんし、正直言って親しい友達というのもですね、まあどれぐらい親しいかにもよるんでしょうけれども、あんまり、休日を一緒に過ごす友達というのもあんまり作らない、そういうタイプの人間なのですので、くたくたになってしまうとですね、まあ部屋でゴロゴロして休日終わってしまうっていうことも時々あるんですね。でも今日は本当に有意義な休日を過ごしたなと思ってですね、まあ、この動画を撮るきっかけの一つにもなったわけです。で、じゃあ有意義な休日って何をしたのかと言いますと、そんな大したことはしてないんですね。西表で生活する上ではですね、まあ、車っていうのは結構必要なもので、私実は自家用車をですね、島の知人から購入させていただきまして、まあ、中古車ということになりますね。ホンダのバモスというですね、まあ、軽バンっていうんですかね、そういう車を購入いたしました。まあ、今それは車検に出しているんですけれども、台車をね、車屋さんが台車を貸してくださいまして、でその台車を使ってですね、ちょっとドライブしてみようと思ってですね、まあ、島をどれぐらい走ったんだろうな、2時間ぐらい、2時間3時間ぐらい走ったのかな、ぐるぐるドライブをしたわけです。で、ここ最近ですね、毎週行く海岸っていうか港ですね、鳩場がございまして、鳩場でですね、日暮れというか、まあ、夕方のひとときをちょっと黄昏の時間を作るというのが、最近の自分の何て言うんでしょうかね、日課となっておりまして、休日の夕方は近い海のね、鳩場で、海を眺めてちょっとぼーっとするというのが非常に自分にとっては癒しになってるわけです。おそらくこの動画の後でですね、その時撮った写真なんかをちょっとアップしてみようかななんても思ってるんですけども、ちょっとできるかどうかわからないですけれども、ツイッターで写真をあげようかなとも思います。ツイッターであげようかな、まあ、とにかくですね、海を眺めて、ここ最近はよく海に行ってですね、海でぼーっとする時間を作ってるわけです。で、ここでですね、またちょっとちょっとお堅い話、アメリカ経済とかですね、経済、政治、外交なんていう話、とですね、その自分が海に行くっていうこの行為をですね、ちょっと比較してみたいなと思うわけです。この自分がこの本を読んで勉強したいって思う気持ちっていうのは、どういう動機があるのかと、言いますと、
やっぱりこの世界で何が起きているのかっていうのを自分なりにですね、理解したいと、そういうふうな気持ちがあるわけです。10年ぐらい前でしょうか、テレビでですね、不毛地帯っていうドラマがあったのを皆さんご存知でしょうか。唐沢寿明さんですかね、日本では非常に有名な俳優さんだと思うんですけれども、が主演して、主演したドラマなんですけれども、あるね、戦時中の日本の諜報部員でしょうか、まあとにかく日本軍のかなり頭の切れる軍人さんがですね、戦後シベリア抑留で、シベリアで抑留されまして、で帰ってきて日本の商社でですね、活躍すると、そういう風な趣旨のドラマなんですけれども、私はそのドラマが好きでですね、見たんですけれども、そのドラマのその主題歌ですね、主題歌だったと思うんですけど、とにかくテーマソングのセリフ文句がございまして、生きて歴史の証人たれというセリフがあるんですね。どなたが書いたかちょっと覚えてないんですけれども、その言葉は非常に僕は素敵な言葉だなと思いますね。やっぱり、まあ戦時中の方のね人生というのはちょっと僕には想像がつかないですし、どれだけ過酷なものだったのかっていうのは全く僕には想像できないんですけれども、ただやっぱり人として生きる上でね、どうして生きてるんだろうとかですね、まあ時にはですね、虚無感っていうか、生きてても何でもない、生きててもしょうがないなと、そんなことを考えてしまう時っていうのが誰しもあると思うんですね。私もそういうことはしょっちゅう思ってしまうタイプの人間でございまして、それでもですね、どうして自分が生きるんだろうということを考えるときにですね、一つ私がいつも思うのは、生きる意味を知るために生きているんだとそういうふうに考えることでですね、まあ自分を慰めているっていうところもあるんですね。まあ生きている意味を知るために生きているんだと、まあ要するにですね、生きる意味というものを探しているわけですね。じゃあその どうやって探そうかと思った時に、やっぱり人間というのは知性と感性というものがあるかと思うんです。どちらも非常に大切なものだと僕は思うんですね。知性っていうのはやっぱりこの理論的に物事を考えて、結論を導き出そうとするそういう人間の、力ですね。それから知性っていうのは、ごめんなさい、知性と感性ですね。感性、というのは、理論的ではない、理屈じゃない、何かを感じ取ろうと、感じ取ろうとして感じるんじゃなくて、感じ取ってしまう、そういうものですね。自然と感じ取ってしまう、そういう感性ですね。その、知性を通して、僕は生きる意味を探すという面でにおいて、こういうですね、お堅い本ですね要するにお堅い本なんですけども、まあいろいろなことを勉強して、理屈でもって、自分の生きる意味を探していこうと、そういう側面があるわけです。一方でですね、今日私が海に行ってですね、毎日毎日、本当に身を粉にして働いてですね、くたくたになってるのに、どうしてだか海に行きたくなって、海に行って、ぼーっとして黄昏れる時間を持つと、そういうのはですね、やっぱり、理屈で考えて海に行こうと思ってるわけではないわけですね。
こういう仏教でこの他力本願っていう考え方があるかと思うんですけど、他力と自力ですね、これはもうまさしく他力のことですね、私が自然とそう思ってしまっているっていう、そういう海に行きたいと思ってしまっているっていう自分がそこにいるわけです。で、海に行ってですね、そのぼやっとしてる、ぼーっとしている時にですね、理屈ではないんですけれども、何かを感じ取るわけですね。綺麗な海だなとか、海面のさざめきが綺麗だなと、まあそんなことなんでしょうけれども、まあその体験がですね、一体となって自分の経験として感じ取るわけですね。そこにやっぱり、感性というものが働いているわけです。まあだから要するに自分が何が言いたいかと言いますと、感性も知性も、もう両方使ってですね、生きる意味というものを探していきたいなと、そういうふうに思っているわけです。なかなかですね、取り留めのないことを話しているのかもしれませんけれども、まあこんなことを考えておるわけです。まあちょっと今日のお話をねまとめようかなとは思うんですけど、まあ一つツイッターを作ったということ、ツイッターでですね、日々自分が勉強していること、新しく知ったことをですね、更新してみようかなと、そんなことを考えているということですね。それから、まあ生きる知性を使って、自分の今生きているこの世界を知っていこう、生きて歴史の証人たれと言われて、生きて歴史の証人になろうと努力しますと、そういうふうなお知らせ。それからですね、まあ感性を使って、本日の休日ですね、休日を使って僕は海で、しばらく海に佇んでですね、何も考えずにぼーっとしている、そういう時間を大切にしたいと、それはなぜかと言いますと、感性を使っててですね、感性を用いて、目的を持たずに、生きる、意味を感じ取ろうと、そういうふうな感性を使って、生きる意味を求めてみたいと、そんなふうに思ったということであります。なかなか、うまく伝わってないと思いますけれども、そんなことを考えているわけです。今回はですね、そうだ、ビデオね、なるべく更新しようと思っております。ぜひ、皆さんね、まあ、ご注目いただければと思っております。まあ、こんなところで今日は終わらせていただきます。ありがとうございました。